華麗にキラーの強力な一撃をかわし、走る走る、さあこれでも食らえ。ミス、ゆかりさん痛恨のミス。ああ、ちなみにこの懐中電灯はそこら辺の箱から拾ったもので、決してキラーさんを煽るために持っているためでは。うおお、なんかうまくボタン押せねえ。めっちゃ懐中電灯が点灯するんですが何故。あっねえ。なんとかギリギリ板が間に合いました。おっと、ここで窓発見。距離もだいぶ稼いでるし余裕で引き離して。あれ、なんかめっちゃ懐中電灯。あれ、排水放置ですか。どうやら全滅狙いでもう一人の方へ行ったみたいですね。ああ、ああ、これは絶対絶命ですね。またドナドナ、ドナドナは嫌だ、ドナドナは嫌だ。あ、あれはシュバルツシルトメン。わっはっは、このゆかりさんを連れさなかったのが運の尽きたぜ。あばよ、ヤッフィー。こんにちは、ゆずきゆかり先生です。DVD やっていきましょう。今回は、初心者の方や、未プレイの方でも楽しめるよう、ゲームの内容をより具体的に説明しつつ、ゲームをプレイしていこうと思います。また、毎回テーマを決め、そのテーマに沿ったプレイや解説をしていこうと思います。目標は、真面目で、知的で、エレガントな、そんな動画を目指して精進していきたいと思っています。さあ、そんなゆずきゆかり先生の DVD 講座シリーズ、栄えある第1回目は、サバイバーをテーマにプレイしていきたいと思います。題して、これが、俺たちがサバイバーだ。さあ、参りましょう。ってなんか、とてつもなく絶望的なシーンからスタートしたんですが、私がいる場所の近くで、チェイス中みたいです。今チェイスをしている人が捕まった場合は、おそらくここに吊るされる可能性が高いので、フック脱出も視野に入れた方がいいかもしれません。基本的には、フックからの脱出はしない方がいいです。左下の体力ゲージを結構使う割に、脱出率が相当低いので、ただ場合にもよりますが、キラーに捕まっていることで他生存者がやられる可能性があるときは、自分からとっとと退場した方が良いかもしれません。ああ、やられちゃいましたね。これでは、味方がキラーの餌食にされてしまう可能性が高いので、とっとと自分から退場しますか。うおおおお、皆さん、さようなら。うお、なんか、一発ですっぽり抜けたんですが、うおお、想定外すぎて何したらいいかわからん。しかし、ここから奇跡の復活からの発見。あと一台、あと一台なんや。もう仲間も二人やられてしまって、後がないです。お願い、もう少しだけ頑張ってください。すごい、めちゃめちゃ頑張ってくれている。やったぜ。あとはゲートを開けるだけ。うおー、間に合えー。やったぜ。ああ、めちゃめちゃ頑張ってくれている仲間を呼ばなくては。よし、先生が引きつけるので、あなたは早く逃げてください。って、ああ、完全に無視された。待ってー。ダメダメ、あいつにて逃げるんだ、頑張って。ダメ、あ、走れ、走るんだ、いけるいける、絶対いける。なんで諦めるんだ、そこで。くらえ、覚えたての救援隊や。ほらよ、もう一発。ああ、これやると、先生も方向感覚がなくなっていく。と、どこかに板はないのか、板は。お、あった。お、お、来ましたね。うはは、これでも暗い。という夢を見たんだ。先生があんなヘマするわけないじゃないですか、やだ。先生がきちんと一発かますところを、皆さんは見ていてください。絶好の板発見。キラーさんも視界内に届いた。完璧。ふはは、これでも暗い。仲間が一人釣られてしまっている。誰かが救助に行こうとしているみたいなので、私は一旦発電機を修理しましょう。なんか心音が。うーっす、今チラッとキラーが見えましたね。でもこちらには気づいていないようです。釣られている人の近くで。私先生なのに、いいところない。